全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしよるかな。わしの名前はキドじゃ。ということで今回はポケモン SV 新企画、マジカル交換でゲットしたポケモンだけでランクバトルで戦える最強パーティーは作れるのかという企画をね、やっていこうというふうに思うぞ。マジカル交換で送られてきたポケモン、そいつだけで、どんどんパーティーを組んでいって、回数を追うごとにマジカル交換で交換していき、最強のパーティーを目指していくという企画になっておりますので、早速ねマジカル交換から、やっていこうかなというふうに思うぞ。とりあえずここにそこら辺で捕まえたクソザコポケモン10匹用意しました。こいつらをマジカル交換で流していって、最終的にどういうポケモンが残るかで、その残った10体の中から6体を選んで育成してパーティーを組んでいく。マジカル交換で送られてきたポケモンを育成するっていうね感じなので、まあ多少ね負荷余りのレベル1とか送られてきても、育成さえできれば問題なく強いパーティーは組めるんじゃないかなということで、やっていきたいというふうに思うぞ。うん。で、同じポケモンが来てしまった場合は、被りはね、選べないんで、そのポケモンは再び、マジカル交換に流していく。そんな感じでやっていこうというふうに思います。この10体がね、全部、それぞれ違うポケモンが埋まった瞬間に、そこで試行錯誤してパーティーを組んでいく感じやな。よろしく頼むぞ。さあ、記念すべき1匹目、タマンチュラを送り散らかしていけ。強いポケモン来いよ。弱いポケモンいらないからね。ピッピカチュー。わー、ある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 。あるぞこれ。普通に当たりなんだけどこれ。いやいや、全然ランクバトルで使えるから、なんか簡単じゃないこの企画。いけるっしょこれ。さあ2体目のポケモン、グルトンを小玉さんに送りつけていくんじゃの。いい流れ来てるからね、どんどん強いポケモン送ってくれ。ピピカチュー。ああ、ヌメルゴン、翡翠じゃないけどヌメルゴンでも全然使い道あるから、あ、なんかマジで戦えそうな気がする。ごめんね、簡単な縛り企画かもしれないこれ。さあ3体目じゃない、結構特殊アタッカーが多いので、そろそろ物理アタッカー系のポケモンが来てくれるとちょっと安心できるかな。頼むぞピッピカチュー。うグルちゃんが送られてきました。まあこれが普通のマジカル交換なんだよな。でもグルトン送ってグルトン送られてきたから、このグルトンは流せませんということで保持です。さあややコマをザックさんに送りつけていく。あと1体グルトン来たら逆にグルトンかぶりで交換できるから、グルトンでもいいよ。お、強い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 、おいおい強いんじゃないの。あ、マジで強マリルリ来ちゃった。でも優秀なメインアタッカーになるねこれは。激アツなんだけど。さあ5体目、ようやく半分じゃな。一応結構いい感じにポケモン揃ってきてるから、まあ炎ポケモンとか欲しいけどな。どうだろう、ピピカチュー。アメモスか、起点作成ポケモンが一応来たな。起点作成か、まあ使えそう。なんかもっとさ、クソみたいなポケモンいっぱい送られてきてさ、ふざけんじゃねえよ、こんなんでランクバトルどうやって勝つんだよバカがよ、つってブチギレる予定だったんだけど、割となんか戦えそうになってきちゃったな。さあ6体目、こっからじゃな。ディオ。ディオ、てめえの範囲はたった一つ、たった一つのシンプルな答えだぜ。てめえは俺を怒らせた。パモパモ、あー、パモパモも全然使えるから、ディオはジョータロのことを怒らせなかったみたいじゃな。あ、なんか流れいいぞマジで、本当に流れいいぞ。さて一応ね、純伝説とか流れてくる可能性はないんで、まあパラドックスポケモンが来てくれたら大当たりかなって思ってるんだけど、どうかな。おい、色違いのメッション来たんだけど。ああ、改造だ。
改造ポケモンだこれ。ふざけんなよ。使えねえんだよな改造ポケモンはよ。改造ポケモンはね使えないの。何がスナイパーやねん。逃がすわ。ふざけてんな。もう邪魔すんな改造中。今ポケモンのなガチ対戦でやるラン、企画やってんだからな。邪魔してくんじゃねえクソどもが。声だめのウジどもが。くたばれマジで。さあ、改造ポケモンが送られてきてしまったんで、とりあえず EV をね代わりに送っていこうというふうに思うぞ。パラドックス頼むピッピが。ちゅー使いづれー。今の環境多分使えないな。もう羽ばたく神に引き殺されて終わりそうだもんこの鳥。絶対使えない。こいつはちょっと今の環境に合ってないね。羽ばたく神にぶっ飛ばされてパオジアンにすりつぶされる未来しか見えない。ちょっと使いづらいな。さてシルシルを送りつけていきます。頼む一体でいい。パラドックスポケモン欲しい。お願いパラドックスポケモンいっぱいゲットできるから余ってるように投げて投げて。お願い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 。ルリリとマリルリは同じなんで、これはもう一度再抽選の権利いただいていいか。さすがにマリル使わねえだろうな。マリルリにしたくなるから、これは再抽選でいいと思う。うん、再抽選しましょう、ルリリね。さあ、かぶってしまったんで、ルリリをセジュンさんに送りつけていくぞ。パラドックス投げて、セジュンさんお願い。ピッピガーチー。あ、くそ弱えや。いや、クソ弱えわ。どうしよう。最初の勢いなくなっちゃった。なんやねん、羽根ブーって。豚が。くたばれ、お前。どうやって戦えばいいんだ、これで。勝てる気がしなくなってきたぞ。いや、でもまだチャンスあるからな。さて、サクヤさんにコフキムシ送りつけていく。頼む、お願い。本当に強いポケモンお願いします。えい、ピッピガーチー。おー、あ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 りあ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 り。来た来た来た。いいよ。じわれよ。いいポケモン来たじゃん。これ使えますよ。うん、最強ポケモンだもん、これ。勝った勝った。もう負ける気しねえやな、クワタル。さあ、ラスト1体じゃな。これで被りがなければこの中からパーティーを組むことになりそうじゃ。行くぞピッピガーチー。最後の最後でポケモン剣盾のマジカル交換みたいなしょうもない流れすんじゃねえよな。あしょうもねえマーマネみたいな顔しやがってボケがな。アホ面がこらお前。もっと真剣に自分の人生のこと考えたらどうなんだカムカメこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞバカ野郎。くだらないんじゃの。本当何も考えてなさそうな顔しやがってお前。ということで送られてきたポケモンがこんな感じとなっていまして、使えそうなポケモンをまず選出していく。まずポッドレスじゃな。ポッドレスは普通に強そうで、ヌメルゴンも使えそうで、でマリルリ、うん、これは絶対使える。で巨獣音じゃな、うん、でパーモットも強そうで、残り寄せ集めのカスどもなんですが、うん。この中で一番使えそうなのどれだろうな。タイプ的には、アメ玉、超マイバトン、ポットデスの流れとか強そうだけどな。うん、この流れ一番良さそうなんで、まあ、こいつらはちょっと今回使わないかな。うん、でこの6体を今から育成しまして、でパーティーを完成させてランクバトル潜っていきます。もちろんマスターボール級です。で特性とか性格とか努力値とかテラスタイプは自由に変えられるものとする。育成に関してはね本気でやっていこうと思うんで、そんな感じでやっていきます。お願いします。ということで、育成が無事に終わりました。1時間ぐらいかかっちゃったんじゃが、無事ね、ポケモンの育成が完了いたしましたので、その育成したポケモンの紹介やっていこうというふうに思うぞ。はい、ポットですじゃな。格闘テラスタルで持ち物白いハーブとなっていて、特性が砕ける鎧でございます。
で、努力値に関しては HP140、防御164、特攻4、特防60、素早さ140となっていて、殻を破る積んで白いハーブでステータスを、デメリットの部分消して全力で殴っていく感じになってます。続きまして、アメモンス。テラスタイプが岩で、持ち物がお盆の実じゃな。で、努力値に関しては HP252、素早さ244、あまり防御に振っていて、特性威嚇で相手の攻撃を下げた隙に超魔入れを積んで、殴っていく、そんな感じの特殊アタッカーです。続きまして、ヌメルゴン。水テラスタル、持ち物こだわりメガネです。こいつは雑に HC にぶっ放して、特性が装飾で草タイプの技とかをね、受けずに攻撃を上げることができるんですが、まあ技構成ね、残念ながら特殊技ばっかりなんで、まあ装飾の効果はね、草タイプの技を無効化するということで、まあ水テラスタルにすることによって弱点の電気、草のうちの草を無効にできるんで、こんな感じにしてます。で、流星群とか10万ボルト、冷凍ビーム、波乗りを、まあこだわりメガネでとてつもない火力で相手に押し付けていくだけのね、一番簡単なポケモンとなっております。はい、続きまして、マリルリ。持ち物が突撃直撃、テラスタイプが炎じゃな。で、雑に HA ぶっぱにして、特性力持ちで物理攻撃の威力が2倍になって、アクアブレイク、じゃれつく、アクアジェット、テラバーストっていうね、テンプレ型のマリルリとなっているので、まあ説明は不要かなとは思うんですが、結構このマリルリはね、主戦力になってくるんじゃないかなということで、使うのが楽しみです。そして主戦力その2、巨人4じゃな。テラスタイプゴースト、持ち物が食べ残し、努力値が HP252、 攻撃4、防御156、特防92、素早さ4、特性が清めの塩で状態異常になりません。で、技構成が塩漬け、地割れ、自己再生、身代わりとなっていて、まあ、最悪倒せないポケモンに対してはもう地割れぶち込んで一撃で殺す。まあ送られてきた名前にね、地割れ用って書いてあったんで、まあ、地割れを採用して使っていこうというふうに思うぞ。で、ラスト、一番立ち位置がふわふわしてるのがパーモットじゃな。テラスタイプが電気で、持ち物が気合の助けとなっていて、特性が蓄電でエースぶっぱです。技構成、電光衝撃、インファイト、ほっぺスリスリ、マッハパンチとなってはいるんですが、まあ一番ふわふわしてるんで、選出率は低そうではありますね。うまく使えるかはちょっと微妙。再起の祈りを覚えさせてもよかったんじゃが、再起の祈りで復活させても、他のポケモン別に足早いわけではないので、 HP 半分回復して復活したところでなみたいなところあるんで、なんかもうほっぺスリスリで麻痺させて、そっからニチャニチャやるみたいな感じにさせていただきました。ということで、こちらの6体で早速ランクバトル遊んでいこうというふうに思うぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がガブリアス、鉄の武人ウォッシュロトム、鉄のカイナ、メタモン、そしてラストがクレセリアということで、よろしくお願い申し上げます。メタモンが怖すぎて、こっちが積めば積むほど相手強いメタモンが降り注いでくるということで、すごくメタモンが怖いんだけど、これ先発アメモースからいこうかな。アメモース繰り出していき、ワンチャン全抜きが狙える可能性のあるこいつ繰り出すしかないかな。ポットです、繰り出すしかないかな。で、ラスト1体はヌメルゴンにするか。突撃直帰マリルリもちょっと微妙だもんな。ヌメルゴンにしよう。お願いします。さあ、お相手先発ロトムを繰り出されてしまうので、わしは大ピンチと。秘宝大ピンチ。いきなりこれまずいな。テラスタルも切りたくねえし、ここは一旦ヌメルゴンに引くしかないね。で、そこに対してボルトチェンジ合わせて来られちゃうと、ちょっと厄介っちゃ厄介なんだけど、まあ裏のね、積みエースポッドですとか、そこら辺うまく積んであげて、一回整いさえすれば無双はできると思う。さあ、アメモス戻れ、行けヌメルゴン。いや、これ蓄電パーモット連れてくるべきだったか。あ、よかった、10万安い安い安い、クソ安くて、で、とてつもない破壊力の流星群打つ。相手にめちゃくちゃ負荷をかけに行くわ、これ。どうだろうな、誰に引くかな。これめちゃくちゃ負荷かけられたら超強いんだけど、ガブリアス
来たー。はい、ガブリアス流星群でコッパみじんだよーん。ボガー決まった決まった、あちこのパーティー強えぞ。さあ、ロトムを繰り出してくる。ロトムに関しては、まあ、流星群連打するしかないかな。ただ、この出し方、フェアリーテラスタルの可能性あるけどな、全然な。だからポットデスもいるんで、まあ、ここは雑に流星連打させてもらおう。あれ、もしかして、やることない？ヌメルゴン重いですか、もしかして。もうこのまま流星群連打しちゃうよあれ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 、終わっちゃうんじゃないのこれ。で、最後積みアタッカーみたいなやつ出てきて負けんでしょこれ。最後これクレセリアじゃねえか、ワンチャン。ワンチャンクレセリアな気がするんだけど。あ、メタモンか。え、メタモン皆さん勝ちました。CがCがめっちゃ下がってる。メタモン、もう雑魚だねもう雑魚だね勝っちゃった勝ち申した。対戦ありがとうございました。ムーンフォース一発た、いや耐えねえな、この HP 守るあったら耐えるんだけど。奇跡を信じろ、耐えろ、うん、当てろ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 、巨人当てろ、いやさすがにな、さすがにこれはしょうがねえわ。はい、対戦ありがとうございました。いて、結構いいダメもらっちゃったな。急所か。まあ急所とひるみは一緒にならないって言おうと思ったらなるんだな、これが。で、2連急所なんだよ。使える、これ。危ねえ、晴れた、よかった。ふざけんなよマジで。2連急所で、しかも1回ひるみって、お前不正の王だろ。いい加減にしろバカ野郎、お前くたばれゴミクズが。これもっと余裕持って次の相手と対面できるはずだったのに、終わってるわマジで。クソ以下のクソだわ、ほんとカス。声だめのウジ虫以下のゴミ、しょうもねえ本当に。サザンドラ、サザンドラか。悪の波動は今一つ。 OK、 アクアブレイク通っていき、アクアジェットじゃ落とせねえな。最後巨人音に全てかけるしかなくなっちまった。うわ惜しい、巨人音が悪の波動を耐えるかどうかだな。これ耐えなそうなんだよな、なんかメガネっぽいよな。やっぱりメガネ悪の波動って巨人音耐えっかな。あとひるんでもダメ。いや絶対耐えない、これ絶対耐えない、耐えろ。マッチングいたしました。相手が羽ばたく神、鉄のトゥトゥミ、ランドロス、ヒードラン海流、そしてラストがヘイラッシャということで、よろしくお願い申し上げるんですが、これどうしよっかな。先発ね、ちょ先発アメモース行くか。これ先発アメモース行きます。はいアメモース、マリルリーまでは確定なんだけど、ラスト1ヘイラッシャがいると結局きついんだな。ヌメかな、ヌメで行こうか。あ、これでいきます。さあ、お相手先発鉄の包みを繰り出してくる。いきなり大ピンチ、いきなり大ピンチなんだけど、あー、これなんだろうな、相手なテラスタル、いやいや、テラスタルでいいと思うんだよね。で、超舞しよう、超舞、これ一気に行くわ、わし。なんか相手目線あれじゃないっぽいんだよね。あ、でもクイックターン打ってくる可能性もある か, か照らしたらちょっと諸説だったけど、まあ、でもフリーズドライ打ってくる可能性もあるんで OK。 さあ、超舞を打ち込んでいくと、特防が上がっていく、素早さが上がっていく。で、まあエアスラッシュかな。お、鉄の包みを引っ込めてくる。ヒードランかな。ランドロス、もしかしてランドロスで抜けるとお思いか。最速スカーフランドロス抜きまでちょっと考えてるから、こっち
はい、レイビーアイランドロス終わりダメ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 、許さないよわしがね、許さないから羽ばたく神。あー素早さ上げてきた。でも超舞してるからここ超舞打ちてえけどな。本当は素早さ上げられちゃってるけど、ここ1超舞詰めば絶対抜けっから。やべ、迷走してきた。でもわしも超舞してっから、これで相手上抜けるからエアスラヒルミが狙えるわけね。エアスラヒルミが狙えるわけよ。つまり最強ってこと。アメモースで3盾いいっすか自分。エアスラヒルミで、あ、テラスタル、水テラかな、フェアリーテラスタル。抜けてない。いやでも荷積みしてっからな、耐えねえかな。耐えねえわ耐えないわーい。まあここまで来たらあとやれることはマリルリ行って、マリルリでじゃれつくぶっ放してぶっ殺す。ここアクアブレイクは打ちたくない。ムーンフォース一発耐えますよさすがに。残念だけどね。当てろよ、ナイス。幅紙ワンパンで仕留め上げていく。でまあ問題があるとしたら、鉄のトゥトゥミがメガネとかだったらガチやばい。メガネとかやったらガチやばい。ここ気合のタスキケアでアクアジェット打っておきますけど、フリーズドライメガネかな、トゥトゥミメガネかな。トゥトゥミメガネフリーズドライだと耐えない可能性がある。で10万で落とせって思うんだよな。耐えろ。あ、余裕だわ。オッケー、ふういいねアメモースまさかの大活躍いい感じに相手をぐちゃぐちゃにして裏のポケモンで抜いていく。まさにポケモンバトルじゃな。マッチングいたしました。相手がカイリュウ、マリルリ、サザンドラ、キラフロル、レジエレキ、そしてラストがウーラオスということでよろしくお願いします。まあ先発どうでしょうね。キラフロルかサザンドラいきなりぶん投げてきそうな感じではあるんで、やっぱ初手ヌメルゴンから行くのが正解かなと思っていて、はい、ヌメルゴンが正解な気がしていて、裏がそうだな、電光そう、ぶっちゃけパーモット微妙だよな。パーモット使ってあげたいな。パーモットマリルリでいきます。お願いします。さあお相手先発サザンドラを繰り出してくる。わしはヌメルゴンをぶち出してしまったので、ここは当然のようにバリルリに引いていきます。だから相手の持ち物が分かんないんで、普通に身代わり型の昔のね、身代わりで悪巧み積んでくるサザンドラだとちょっと悪手にはなってしまうんですが、おペラスタルを切ってくる。何ペラスタルの、フェアリーペラスタルとかなのかな。鋼ペラスタル、あー流星群読みかな普通に。オッケー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 。で多分この方は命の玉がこだわりだと思うんで、流星群持ってるってことは命の玉でないのであれば多分相手引いてくると思うんだけど、マリルリ引きかな相手。じゃれ作っとこう。引っ込めてくる。水技警戒だとマリルリか。あーキラフロル出してくるんだったらちょっと美味しくないっすね。アクアブレイキング打ちたかったっすね。毒化粧、毒菱が散らばっていき、アクアジェットじゃ落とせない。てかアクアブレイク読まなかったのか相手。マジか、毒技打ってくるもんなこれな。いやでも耐えると思うんで、もう強引に行くか。うん、サザンドラスカーフかどっちかなんで、強引に行こう。うん、多分ワンパンされねえ。赤ブレイクと、おキラフロル引っ込めてくれるならばよし。サザンドラを今一度繰り出してくる。アクアブレイキング打ち込んでいき、いいダメージだね。防御が下がったね。これアクアジェット圏内だろ。あ、サザンドラ引っ込めてくるあれマリルリにぐちゃぐちゃされちゃってんじゃないのこれ。ねえ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 、ぐちゃぐちゃにされちゃってんじゃねえの。
さあ、あとは悪事連打だ。悪事連打で OK だ。悪事連打で OK かどうかは OK だな。うん、素早さ上がったから何って感じだもんね。アクアジェット連打で OK だ。はい、OK、完璧なんだよな。ちょっとちょっと、なんか簡単だね、ポケモンバトル。サザンドラを繰り出してくるラスターキャノンとかだと思うけど、ここはアクアブレイクでいいかな。ラスターキャニオンは絶対耐えるんで。なんかした？メガネっぽいな、この火力。おい。あー、マリルリでぐちゃぐちゃだ、相手。ぐちゃぐちゃになっちゃった。さあ、ラストの相手次第。海竜とかだと嫌だな。プーラオス？悪か。悪だ。え、アクーラオスは、これどうだろう。アクアジェットで確実に削って、そっからパーモットのマッハパンチで落とせるよな。落とせねえ、もしかして。いや、でも相手、いや、ここじゃれでいいよな。あ、研磨される可能性あんのか。いや、でも何着ても耐えそうだけどな。耐えないかな。じゃれつく打つは研磨。じゃあもう勝てないよ、君。気合のたすきね。はい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 。あ、ちょっとマリルリでサンタでだ、これ。不意打ち耐えると思うんすよね。研磨されても、さすがに。耐えねえかな。耐えなかったとしても、マッハパンチで勝ち。えい、サンタて。ということで、いかがだったでしょうか。結果は、10試合やって、3勝7敗です。まあ、全試合動画載せるわけにはいかなかったんですけど、勝った試合と、なんか、いい感じに負けてしまった試合を動画化させていただいてると思うんですけども、パワーが足りない。いや、惜しい試合もあるんだよ。あと一歩届かなかったなっていう。そこは立ち回りをカバーすれば、まあ、勝てそうな試合ではあったんじゃが、圧倒的な種族地の暴力、それでなすすべなくぐちゃぐちゃにされて負けた試合がほとんどだったんで、まだこのパーティー、最強パーティーには程遠いと言わざるを得ないんじゃな。次回は一応なんか視聴者さんね、生放送を見てる視聴者さんとちょっとルール考えたんですけど、この中から2体までパーティーから外せて、合計10回までマジカル交換で別なポケモンを探すっていう感じでやっていこうと思う。つまり、まあ、パーモットいらなければパーモットをマジカル交換に流して10回交換して、その中で、一番良かったやつを使ってもいいし、このパーモットと例えばこのポットレスがいらなかったら、ポットレス流して3回目でいいポケモン来たから、じゃあそのポケモンをパーティーに入れて、パーモットもいらないから残り7回パーモットをマジカル交換に流してみようかな、みたいな感じで、どん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 パーティーをアップデートしていこうというふうに思う。まあ、やっぱりね、どうしても純伝説ポケモンであったりとか、あとはパラドックスポケモンが強すぎるんで、せめてパラドックスポケモンはパーティーに入れたいところじゃな。全体的に見て、巨ジオン、マリルリ、ヌメルゴン、この3体はかなり活躍してくれたんで、基本的にはこの3体を残しつつ、まあ一番使えなかったのがポットデスだね。わし自身の立ち回りの仕方がいまいち分かってなくて、ポットデス。だから、ポットデスから流して、パーティーをね、次回アップデートしていこうというふうに思うぞ。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。